あの子には内緒にしててあげるから。ダメ！夢どこから。二次会行ってしこたま飲んで、それから、まあとりあえず起きて。お、裸？まさか、私たち、ついに。酔いつぶれちゃって僕も記憶ない、ごめん。結局先輩がタクシーでそれぞれの家まで送ってくれたらしいんだけど、ちゃんと帰れた？でどうしてあんたがうちにいるの？早く横になりたかったんで、私もここで降ろしてもらいました。確かで、どうして裸なの？それはちょっと。何その反応。覚えてないんですか？覚えてない。先輩の家着きましたよ。ほら、ちゃんとお水飲んでくださいね。はい。風邪ひいちゃうから服脱ぎましょうね。ごめん、話途中だった。また今度。私だけの秘密にします。